大谷と大リーガー324人を比較した表がやばいわらわらわら。今季の打撃成績を324人のメジャーリーガーと比較。縦軸が長打数、横軸が打率。一人異次元にいる右上の青い点が大谷翔平選手。私はグラフ見るの苦手なんだけど、このグラフはリビングに飾りたいくらいだね。大谷翔平がいかにおかしなことをやってるか笑。パッと見で分かりやすい面白いグラフよね。ほんとすごい。海王星やんばら。離れたところにありすぎて見つけるの大変。なんだか契約金10年1000億円が安く感じてきた。大谷翔平、通算8度目の週間 MVP を受賞。週間成績、5試合21打数11安打。打率、524本塁打3本打点7。出塁率、583超打率、952 OPS 1.536。両リーグ受賞は野茂英雄。イチローに続き日本人3人目。おめでとうございます。MVP にふさわしい活躍。今週の成績なら文句なしですね。8度目の週間 MVP おめでとうございます。漫画でもやりすぎの成績をリアルで更新していく大谷翔平。